なんか、いいだよ別に実際お見苦しいからちょっと行くけどさこっちにだからさ出るのもおかしいじゃんかだってお見苦しいじゃんんていうのこれ、人間の欲望をさ如実に見せつけるわけじゃん嗜好品嗜好品だよいらないものってことじゃね要は嗜好品っていうのはこの流れ前もあったよこの流れ前もあった4回3回5回 5回4回3回しまいには21もそうだってなんかいいいよ、別にこれ声はでも出てるから声は参加するよ、もっでもおかしいじゃんこんなのまあいいもうお花しちゃうわただ今薄めてるだけに感じたからさ本心じゃないだろいやいい本心ねもう期間も機関ってことね当たり前でがかさこういうさ大変なんつうんだろうねうまいこと言ってルール曲げるじゃんああね これ俺一気に食わんかったのがさ気に食わんえマジと思ったのはさあの僕らあのねちょっと前東京まで行ったんですよね2年ぐらい前東京にでバイトでね東京に行った時の話住んでた時の話でバイトで首都高速でなんか警備のバイトをしてたじゃん一回ね最初芸人になろうと思って東京行った時の話ねそうですそうですあそうかそういう説明もして回んだ 芸って東京行って何もせんかったけどね2年間何もするず帰ってきたんでねその間にバイトしてたのああ飯は食わなきゃいかんからねそうですでその時に首都高の警備のバイトこの車線をね規制するバイトしてたんですまあ、ちょっとえっいや教えてよあの、工事とかがあって例えば片側2車線の首都高を片側1車線封鎖してでそれ封鎖するためにコーンを置いてねやっててね 区画を作って、で工事をやるでもその区画の中に工事車両を誘導したりするもんでその配置されるのよねでその一式をやってたのよそれでそれがまあやることはないだよ正直その最初の大変なね規制とかそうかかコンやっちゃうしそうで24時間とかあるんですよその仕事がねあったたあっ24時間とかになると交代制でこのもう一本すよね もう一本すんねって言って言ったらいいわけじゃないからもう一本すねごめんねだから謝りゃいいってわけじゃないからもうここに立てよそれでそれで俺こんな番組ねえよこんな番組じゃねえよモルモットだよでモルモットはいいよ実験番組ってことだねああ俺ら成長するためにな芸人として成長するためにこよそうだからそれでで最初規制張って24時間だからえで 交代するみたいな3人ぐらいいてうそだね1時間に15分ずつぐらいで回してきますから1時間ずっと警備してんだよで1時間経ったら車に戻ってっと3人で立っとくことないからねそうそうほいでかっちゃんが2人ペアだったんよ2人ペアで交代してたって俺後ろのほうほかのとこで3人で交代ねそほいで1時間経ってかっちゃん出て交代して俺もこっちで見てんだけど ずっとかっとんのペアがさ立ってるんだよ、うん、1>, 1時間立ってる、うん、で俺休憩してちょっと待って 2>,、うん、まあ2時間後、うん、立ってちょうど巡り合わせかね見る違うのよ、うん、この人ずっと立ってんだよそんなことないろそ <laughs> んなことあったでそうおいで覚えてないの、うんうんで で、俺その人のとこ行って「うん、あれ交代しないですか?」って言ったらさ「うん、あちょっとあれなんですよね」みたいななんか言ってるもんで、うん、俺かっちゃんのうに見て「ああ」ってかっちゃん寝てたもんね、うん、起こして、うん、で交代しに行ったのよ。うん。<laughs> かっちゃん、ね、なん いや言ってくれないのお前それ分かんないよってすってなんか3時間経たしたのにさすっているのよいや俺そんなことはしてないよ何よ本当にいやあったよない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 なで言ってくれよいっけねっつってそういう目に見えたズルはしないもんじゃあズルじゃないだよ、単純に寝ちゃってたでかっちゃんがあ寝ちゃってたのそう寝ちゃってたでそれはそういう場合もあったかもしれないけどでも俺そういう目に見えたズルは本当しないからしないね寝ちゃってたっていうか分かんないじゃん当に心臓止まってたかもしれないしさはあ じゃあじゃその時の場合はだよ本当に本当にこれ信じてもらって構わんけど別にいやあじゃ当に本当にその時はじゃ本当に寝ちゃってたんだなしょうがない過労でそうそう寝て寝てたよグーグーって寝てたよ想像絶する過労だっただ俺だけどまあそれはしょうがないってそれは別にいいけど大前提のまま想像絶するからみんな同じ過労だよそれは別にいいけど俺そんな目に見えたズルはしないから絶対基本的にわかるわかるでなんで なんてうんだだろうね、いたいこっちは5時間は警備してるなと思うとするじゃん。なんんかかよく分からんこと言いしし時,、うん、時間警備してるでさ俺はちょっと長くやってたから分かるわけじゃん、うん、この工事大体5時間ぐらいだなって最初は1時間ずつでじゃあ交代しますかっつってうん、うん、3時間ぐらい経ったところで、うん、次は2時間ずつ回しますその方がいっぱい休めるしっつって。うん そいつが立ってるターンだけど最後終わるとかはするよ。意味上がる？わかるわかりやすく言うと、わかりやすくする言うと、いやわかりやすくこれこれ意味立ちます。一二三四だからね。一二三四二三四五時間工事がある。五時間工事があるとします。増ます。で最初は一時間ずつチェンジします。ここではい、交代、はい、交代。ここら辺に来たら、そろそろ二時間ずつ回します。 これ15分ずつ交代だとさ、うん、あんまりちょっと一服して,て終わりじゃないですかって 2>,、うんうん、2時間ずつにすれば30分ずつ休めますよって「うん、あ,あんたここで一回継続して立ってくれやねその後、あんたここで一回継続してやってくれれば」って「うん、次30分終わシスです」って「<laughs> あじゃあそうしますか」って「俺は大体いい5時間」って目測を立てると <laughs> ちょうどこの人が立ってくらいに終了ですって、うん、お終わるから、うん、<laughs> あえー <laughs> 終わりって俺も笑顔で迎えるずるいんだよそれが「あもう終わりだ」って「終わりっす」って「ずる」って「それだって「悪わぁ」って「うわぁ」って「って「うわったって「あわって「ねえ」じゃねえよそれ思い出してだからそんな俺ずるはしてない多分寝ちゃったのは分かんないけどでも確か俺の記憶だとさ違うやつじゃねえ違うやつかな違うやつだ。俺そういうずるは嫌いだもんそうか赤ちゃんここまでいい本当なんだろうね ちゃんと納得いくようにするから俺不満は生まないようにしてあれからもああうん分かってそんな嫌われる覚悟とかそこまでのね信念はないから大丈夫大丈夫なんだよ大丈夫ってこんなとここんなとこだねちょっと早くないこんなもんこんなもんでじゃ告知僕らスナイパーきとはね CBC ラジオという放送局で CBC ラジオで「ハイヤーハイヤーという番組を毎週水曜日夜9時からやってます でそそれがの「ハイヤーハイヤー」という番組が「カー・スイ・モク」でねパーソナリティーがいるんですけどその3人のパーソナリティーが集まってフェスをやることになったんですよ。かりますね俺が「ハイヤーハイヤー・フェス」というのが3月4日土曜日に c b c 一スタホールで行いますので火曜日の八木志保さんスナイパー水曜日のスナイパー・キとえ木曜日のお母ちゃんこの3人でやりますんで。 ぜひ来てくださいとちょっとお知らせでねお願いします。チケットチケットがライブポケットっていうあのサイトから購入できましてでこれが抽選販売二月の二十一日まで販売してますのででで一万円ぐらいかなあちょっと待ってくださいで料金の方なんですけど投げ銭スタイル投げ銭っていうと無料ってこと一応料金はまあ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 でだけど投げ銭スタイルで一円でも入れてくれれば僕らみんなのその 個人個人にあげてくれればグッズをもらえますんでねもしよかったら結局いくらかかるのじゃいくらかかるんですかそれはお気持ちで気持ちというとだからそのさ見てさこの人に応援したいな思うわけじゃん1,000円とか1万円とか1万円ねそれは限度はないけどねいくらかこうやってくれるのが投げ銭スタイルですからああそうですか別にいいんでしょやんなくても投げ銭は。 いや、全いいだろ、まあ、いいんですけど、うんこ投げつけてもいいだろ、それ全然だめです、投げ銭、だからその投げ銭しなくてもいいんでしょって、だから、だから、だからねどんな感じなのかね、こうやって箱かなんかあって、最後、そうだから箱かなんかあるで、ありがとうございますとかって、なんか握手じゃなくて、なんかそんな感じでそうそう、やりたいんだん。ど、らいるわけねえだろ いるだよいたとしてもさ今それ言わんでいいじゃんだからお金はいらないんでしょ別にお金はいらないって明言してしないでしょほんと無料だからそうかそうか無料払いたい人それは無料だだけど金金なんかすぐ金とか言うけど料金は一切いりません料金はいりませんって言うと最後お気持ちをある人だけ投げ銭してくださいって言うとそすそうですそうほんとにでもいらないからね じゃあただでただです来てくださいでもなんか投げ銭してくれた人にはグッズとか差し上げますですうまくまとめんなよなんかクソ投げるだけときながらそれであとはそうまたスナイパー機とのハンドブライブ2月24日夜8時から伏見駅地下長者町ラビットで行いますのでそれもね料金は もう、うん、そんなかかんないですね料金は百円です円で、うん、本当はね、うん、俺十円にしろって言ったよ <laughs> あ、そうなの、うん、本当はワンドリンク六百円は絶対かかるだよその会場的にでもそれ俺別に払うからって、うん、10円でいいってでも十円はダメって言われただよなんで お釣りめんどくせえ10円のお釣りはいささか用意してねって100円で用意してるからだから100円にしたリアルだならしい100円だからねそんなに何でもいいじゃんそう聞いて100円払うよねジュースももらえるしあそうそうジュースも飲める俺がだから500円払うて要は人が来りゃ来るだけ何十人も来てもね払うからね だから、喉渇いた人とか例えばねいやいやいやそれ違うじゃんまあ、喉渇いた人も来てほしいけどずっと目つぶっててもいいしさこうやってそれでも別にえっほにいいだよいやいいとかじゃなくてこっちはさ俺らのライブだってやってんのにさ目つぶってるやついたら嫌じゃねえかいや全然いいよあおかしいじゃんそれそんなふうにさせないぐらいのこと俺するからってといてそうかそうか 時間はね8時から何分やるかは分からんあまあとりあえず30分はやるうん何せ100円だからいいじゃん何でも任せろよもしかしたら2時間ぐらいやるかもしれないえ2時間はダメてかもしれない会場的には1時間は絶対でも最後でも別に30分で終わるかもしれん今日んか出来悪いなってやめとくかってありがとうってさっきのタバコもそうだけどさんか正しく言ったら OK ってはならないその可能性もある別に最初に言っとく うん、や言っときゃいいからだから後から違1時間やんねえじゃねえかって言われるとこっちもつらいから最初に言っとく30分かもしれないいささか20分で終わることは多分ないあそう,う、うん、ない何せでも何も考えてないから分からないまだ30分で終わるかもしれないなんだその言い方だから45分ぐらいで終わるかも <laughs>、うん、分かってあそういうふうにいろいろね終わる時間が変わるの、うん、だから予定はきっちり1時間あげといてくれ早く終わったら早く終わったら別になんかちょっと得じゃん時間<と> <laughs> 早く帰れるからあそうか案外そうのないライブとか見ててかる分かるまだあるのかあ、分かるそ案外ある分かるわかる分かる映画館からのああってうんね三十分ぐらいね予定三十分四十五分一時間わからんどれか分かりましたお願いしますお願いしますじゃあまたラジオトークというアリでねスナイパーたちのわけわからんラジオこれもやってますのでぜひ聞いてください聞いてくださいはいそれじゃそれじゃありがとうございましたさようなら元気良すぎだなんか 元気良すぎ、うん、なんかダメなのいいよいいよいいのかなんかダメみたいに言ったけど